このセッションでは初心者向け UI UX のデザインのヒントとして、デザイナーだけでなくディレクターやエンジニアも知っておくだけで、より良い UI UX を、提供できるポイントについて、お話しいただきたいと思います。それでは笹川清さん、よろしくお願いします。はい、ゆるっとありがとうございます。はい、笹川です。よろしくお願いいたします。今回のスライド、先にお伝えしますと、もう見せる気のないスライド、この場で見せる気のないスライドっていうのは出てきます。ただこの場で見れないと気持ち悪いっていう方がいるのも分かります。なので、10分前ぐらいに、私のブログのから勝手にツイートが流れていて、 WC 東京 CD というハッシュタグで探していただくと、このスライドをすでにアップしてある記事にたどり着くことができるようになっておりますので、手元で見たいぞという方、あるいは座席の都合上ちょっとちゃんと見えないなという方がいらっしゃったら、もう見ていただいて全然構いません。先にお伝えしておきます。ということで、このセッションのテーマは、誰でもチャレンジできるワードプレスにおける UI UX のヒントということなんですけれども、正直なところ最初の1行は、今回のテーマに合わせて後から付け足しています。なので、誰でもチャレンジできるかどうかは分かりませんが、きっかけにはなりうると思っていただけたらと思います。であくまでもヒントということもありますので、まず最初に今回ご紹介するのはセオリーの部分が多いです。なので、全ての案件に必ず使えるというわけではありません。その中で必要なものを取捨選択する必要があったり、あるいはアレンジする必要があるというのは大前提です。なので、案件ごとに用法用量を守って正しく使っていただくようにお願いいたします。で、あくまでも初心者向けです。なのでペルソナ、あと CJM って書いた瞬間に、ああれねって分かった人に関しては、多分ここにいるよりもグーテンベルグとかぐるぐる回すとかそっちに行った方が、皆さんの身のためになる可能性があります。なので、この辺もう分かってるよという方はこの辺の話しかしませんので、ほぼなので、必要に応じて今のうちに他のセッションに行かれてください。はい、ということでまず、自己紹介からしていきたいと思います。笹川と申します。Twitter などではササピオという名前が出ておりますので、必要に応じて、探していただければ見つかると思います。フリーランスでいろんなことをやっております。ケント&カンパニーという屋号でやっておりまして、Twitter はこのアカウントです。ワードプレスのブログももちろん、やっておりまして、あんまり記事書いてる方ではないんですけど、なんかこう思い立った時にずらーっと書いてドンと上げるという感じにしております。で、先ほどご紹介の時にも、出していただいたんですけれども、オンラインスクールテックアカデミーというところで、メンターという名のもとに講師をやっておりまして、 UI UX のほかウェブデザイン、ワードプレス、あと、Node.js を皆さんにお伝えしているというところ、そして公認エヴァンジェリストという肩書きを一応いただいております。で、1年ぐらい前からですね、 YouTube でゆるゆるとゲーム実況をしたりとかっていうことをやっております。すっごい下手ですけど、興味がある方は後で声かけてください。なんだかんだ言ってですね、言語の幅もそうなんですけれども、デザインもやっていて、もともと出身としては印刷系のデザインをやってきてますので、そこもやり、映像もやり、大学では音響、作曲やったりとかっていうのもやってましたので、割と何でもやります。とりあえずなんかこれどうしたらいいのかなみたいなのを思ったら、ぜひ声かけていただければと思います。ということで、デザイナーでもありプログラマーでもあるんですけど、あとワードプレス WPCLI っていうものがあるっていうのをご存知の方少ない、ありがとうございます。このタイミングで聞いちゃおう。デザイナーですよという方、ご自身のメインの職がデザイナーですよ、ありがとうございます。コードを書く、プログラムも含めてコードを書きますという方、なるほど。それ以外の方、マーケティングとか営業とかそっちの方が多いのかな、わかりました、ありがとうございます。ディレクションとかもね、いらっしゃるかなとは思うんですけれども、私はあまりディレクションとかやんないんですけれども、デザイナープログラマーっていうのあたりはやったりしますというところで、プログラマーの方なら CLI という言葉でわかると思うんですけれども、いわゆる黒い画面ですね、黒い画面に文字をパタパタ打っていくと、それでワードプレスの管理をする、俗に言う、この後次のセッションでありますけども、サーバー会社さんが裏側で簡単インストールとかそういうのを用意してくださったりしてますけども、その裏側で動いている仕組みのベースですね、 WPCLI ワードプレスを CLI の、ところから操ってやろうと
というようなツールがあるんですけれども、それのコントリビューターを、先日今年の6月にあった大阪のワードキャンプの際にコントリビューターになれましたというところです。あとはワードプレス本体としては翻訳もやっておりますのでコントリビューターになっております。で、東京のワードキャンプもちろんいますけれども、関西の方が参加してる回数は多くて、普通に東京の人です、東京の人です、関西に行くと、あ、司会の人ねって言われることが割と多いです。で、このように司会とかまでやりますので、割と何でもやる人、大事なことなので2回目です、はい、ということで本題にそろそろ入っていきましょう。皆さん UI UX って説明できますかと言われて、ほどほどに自信を持ってはーいって言える方手を挙げてみてください。あ、いらっしゃる方いらっしゃる、なるほど、わかりました、ありがとうございます。多分その方この後多分40分ぐらい無駄になっちゃうかもしれないので他行っても大丈夫ですからね。はい、というわけで、UX デザイン、まずは UI UX というふうに言われますが、 UX から見ていきましょう。 UX は何の略か、ユーザーエクスペリエンスですね。ユーザーの体験をデザインするということになります。最近デザインという言葉がすごく広くなってきましたね。なんか絵描いたり物の配置して綺麗に見せるとかっていうことだけでなく、いろんなことを、設計するようなことをデザインと言われるようになってきました。まさにそのうちの一つ、体験をデザインするということです。で、それはじゃあどういうことなのっていう話になりますが、作っていくもの、それが何かにもよります。例えばアプリなのかサイトなのか、あるいは、お店なのか、そういったものも含まれてきますけれども、そういうものに関わる全てが対象になってきます。なのでアプリを使っているその瞬間だけではなく、あるいはサイトを見ているその瞬間だけではなく、それをシェアして友達との話に出すところだったりとか、あるいはあの人から、そのことについて、考える時間だったりとかっていうのも含まれてくる。あるいはあのツール使ったらできそうだな、あのサイト見たら分かりそうだなって思ってもらうこともこの UX には含まれてくると、すごい幅広いっていうことをなんとなく感じていただければと思います。それが今お伝えした直接的に触れていなくても検討しなければいけないことが多いというところにつながってくるわけですね。まあ、いわゆる、今概念的なところでザザッと説明したんですけれども、やっぱりイメージしづらいと思うので、一般化して考えると、建物を建てる時の基礎、あるいは骨組みを立てて、壁入れるぐらいのところですかね、壁屋根が出来上がるぐらいのところまでというのがなんとなく UX デザインの、範疇だと考えていただくといいのかなと思います。すっごい徐々に皆さんの眉間がこうなっていくんですけど、伝わってるかな、大丈夫かな正直私このセッションこの半分いないと思ってたんでちょっと圧倒されてる感じは否めないんですけど、最後にちゃんと質問する時間取ろうと思うので、今のうち何だか書き出しておいてください。で、UX デザインっていうことに関してなんですけれども、やっぱり体験を作り上げるってすごい大変なんですよね。一人一人やっぱり違うことをしますし、あるいはそれぞれのバックグラウンドは違う、そういったことを考えるとやっぱり難しい。ということは、やっぱり人それぞれのことを考えていかなきゃいけないんだったら、考える人が一人っていうのもかなり大変だということになる。なので、大変なんです大変なんです。なので、割と会社とかだと、じゃあ UX、 このプロジェクトの UX はじゃあ誰々さんでみたいなことを言われることはすごく多いと思うんですね。リーディングしていくという意味で、その人が指されているのであれば、まあ構わないんですけれども、実際その人一人で全部やるっていうのはかなり厳しいと考えていただければと思います。なんならヒアリングをするなのか、あるいは、いろいろな人と一緒にその UX の部分の設計をしていくのかっていうのは、一人でやっていくのはかなり厳しいぞというのをなんとなく、この後の話でもイメージしていっていただけたらと思います。さあ、その体験を作ることにどういうことが有効かってよく聞かれます。いわゆる UX の勉強って何したらいいんですかっていう話ですね。オンラインスクールにいるということもあって、よく聞かれる質問のされ方としては、 UI UX これから先勉強していくのにいい本ありますかっていう質問はよくあります。私は、別に悪い本ばかりだという意味ではなくて、本はどうしてもその
書かれたタイミングでの情報からなかなかアップデートされづらい、場合によっては書店さんに置かれているものが古くなることも多いっていうこともあって、あんまり本で勉強することを私はお勧めしてないです。ただ素晴らしい本もたくさんあるので、見ること自体はとても大切だとは思います。ただ体験に関してっていうことで言ったら、皆さんが普段やってること、それが全てインプットになりうるっていうことになってきます。さあ、ここに来るまでに皆さん何をされたでしょうか。朝起きて目覚ましを止めた方もいるでしょう、止めなかった方もいるでしょう、歯を磨いた方もいるでしょう、そして少なからずここで受付を通ってきたりしました。その時の皆さんの体験だったりとか、あるいはここに座る時の椅子の選び方の体験だったりとかっていうのも、インプットにはなりうる、ヒントになりうるというところでは、皆さんの日々の生活が全ての UX を作り上げるベースになりうるということになります。なので日々の何気なくやっているいろんなことをぜひ意識的に見ていっていただきたいんですね。例えば私がよくその UX の話で出すところでは、ひねる形の蛇口、最近にこう上げたり下げたりっていうのもありますけど、ひねる形の蛇口、どっちにひねると閉まりますかって、だいたい時計回しに回すと閉まるんですよね。あれって右利きの人が多くて、親指で押した方が閉めやすいから閉まりやすいようにしてるっていうのが元々の設計としてあるそうです。なので、閉める開けるっていうのを何かひねる動作をで示したいって思った時には、そのような方向を意識してあげる、蛇口と同じように作ってあげるみたいなことが、日々の生活からインターフェースへの活用法の一つになっていきます。なのでそういったところが、まあ本当に積み上がっていろいろなことを考えることができるようになるんだぜというのが、まあここでのお話になってきます。さあ、じゃあそれがワードプレスだとどこに当たるのという話、ワードキャンプなんでワードプレスの話をしないといけませんね。ワードプレスではおおよそです、おおよそです、PHP あるいは JavaScript などのプログラミングの部分が割と担っていることが多いです。技術的な部分っていうところが割と大きい、 UX という部分で考えるとですね。なので、まあ考え方によっては諸説あります、もちろんなんですけど、ざっくりこんな感じだよと思っていていただけたらと思います。さあ、それを踏まえて UI はじゃあなんか UX で全部終わっちゃったじゃんみたいな感じがあると思いますが、 UI は見た目をデザインさすることですね。ユーザーインターフェース、見た目の部分ですね。なのでじゃあそれは何なのっていうと、 UI、UX というふうに言われてますが、並列ではない。 UX の中に含まれる一部、 UX を作り上げるための一つの手段というふうに考えていただけると分かりやすいんじゃないかなと思います。一般的にはいわゆるデザイナーさんがやるようなことっていうのがここに当たります。グラフィックデザイナーさんもそうでしょうし、今いるウェブデザイナーさん、アプリのデザイナーさんも含まれて、インターフェースのデザインをすることっていうのが、まあ、UI デザインになってくるわけですね。ということはワードプレスにおける部分でいくと、最終的には HTML として出力される部分、あるいは CSS の部分というのが担っているということになってきます。もちろん一部 JavaScript が入ってきたりというのも含まれてくると思います。で、まあこういうことを言っているんですけど、じゃあ本当にそれだけなのかなっていうのは後でまたお話出てきますので、改めてちょっとその時にお話ししていこうと思います。では今出した順番で、まずは UX について、ちょっと待った、早いって人、話早いよ、遅えよって人、程よいよっていう人、あ、大丈夫そう、あ、よかったです。あの、よく喋りが眠くなりやすいって言われるんで、あの、寝てもいいですからね、別に。はい、そんなところでこう、はい、来ました。見せる気のないスライドです。はい、大丈夫ですよ、皆さん。あの、ちゃんとスライド上げますからね、上がってますからね。はい、ちゃんと昨日の段階で準備しておきましたからね。これは、あの、UI、UX の中でも有名な方で、長谷川さんという方がいらっしゃいます。その方が描かれた絵をもとに改めて、描いてもらった。私は絵は描けないので、描いてもらった図になります。UX、何してるのっていうと、見える部分と見えない部分がすごい分かれている。で、見える部分って、いわゆる氷山の一角でしかなくて、
って、まあツールに関してあれやこれやと勉強して、あるいはできるようになってますって見せられる状態があってっていうようなところ、あるいは成果物も見えるものですよね、それに対して、まあ、セオリーとかも説明できれば割と見える部分だと思います。それ以外のこれがもう本当、もう一言で言ったらやばいですよ。いわゆるビジネスの考え方だったりとか、あるいは、その思考、デザイン思考、こういうものがありますとかっていう、いわゆる引き出しの部分、脳内の引き出しの部分っていうのがこの部分に入ってきて、どうやったらこの必要な調査ができるかなだとか、じゃあどういう心理でこういうことをしていくんだろうかっていう部分だったりとかっていうのを考えていく、目には見えづらい部分っていうのが UX にはすごくいっぱいあるっていうのが、まあ、なんとなくこの、まあ、ちょっとね、絵的にはどっちもどっちでいっぱいある感じに見えるんですけど、下の方がちょっと項目数としては多いというので、なんとなく感じていただけたらとは思います。まあ本当に書いてある通り、ここには底なし状態と書いてありますけれども、まさに底なし、延々とアップデートも必要なし、この時にはどうなんだ、あの時にはどうなんだっていう話が毎回出てくるというレベルですね、というところが、まあ、この絵で示したいところになってきます。じゃあそれを考え抜いた例って例えばどんなものがあるのっていう話ですね。イメージしやすいものをご紹介していきましょう。地域性もあるので一応2つ並べております。東京ディズニーリゾート、あるいはユニバーサルスタジオジャパン、そういったところ、含めてテーマパークでの体験っていうのは割と、考え抜かれていることが多いです。ただこの2つ、実は方向性が結構違います。両方行かれたことがある方を半分ぐらい、片方だけしか行ったことない方、やっぱり半分ぐらい、どっちも行ったことない方、いらっしゃるはいらっしゃるですね、やっぱりね、なのでそういう方にはすごくイメージしづらいかもしれないんですけれども、まず東京ディズニーリゾートということで考えてみましょう。ちょっと本当に商標の部分すごい不安ではあるんですけども、悪口は言ってませんので、東京ディズニーリゾート、待っている間、比較的飽きさせないような努力がされています。待っているところでもその、それぞれのアトラクションであったりとか、あるいはまあそうですね、レストランはあまり対策しきれてないところもありますけれども、アトラクションの並んでいる間、例えば120分待ち、私は過去に240っていう数字を出したことがあるんですけれども、240分待ちとかってなってるところで、並んでいる間ですね、ただの通路に並んでるわけじゃないんですよね。今日のワールドキャンプの受付みたいにね、こうあそこの通路にずらっと並んでるみたいなわけではない、その周りにも何かしらいろんなものがあって、その世界観に入っていくための準備がされている。場合によってはもうそこにストーリーができているっていう場合も多いです。皆さんがなかなか見ないであろう懐中時計一つ、その時間が指している時間が意味があったりだとかっていうようなことも実はあったりします。それぐらい考え抜かれていて、かつこんなことしてもらった、あんなことしてもらったっていう話、いろんなところでシェアされたりしますよね。なんだったら本になってるぐらいっていうことは、やっぱり、あの体験良かったなっていう気持ちが残るような仕組みがあるということになります。それに対してユニバーサルスタジオさんは割とコミュニケーションをとって、どんどん、仲良くいろんなことができた、その世界の中に入っていけるっていう方向性が、主人公として入っていくっていうよりもみんなと一緒になっていくっていう考え方の入っていき方っていうのが、ユニバーサルスタジオジャパンでの、体験の作り方、同じような、楽しかったなの気持ち、あるいは、中にしっかり入り込めたという感覚を作るための方向性の違いがあったりします。そして、まあ、私も先ほどゲームの話ちょっとしましたけれども、スプラトゥーンばっかり割とやってるんですけれども、一緒に遊んでくださる方、後で名刺交換すると下にフレンドコードありますので、後で名刺お渡ししますね。任天堂スイッチ、これも割と革新的な部分ではありますね。任天堂スイッチ、今までは家庭用ゲーム機って言われると、家で遊ぶ、あるいはもう持ち出すことが前提という2種類しかなかったところを、家で、まあ、ドックに置いてあげれば家庭用ゲーム機として遊べる、なんだったらそのまま途中でバッと持って外に行くこともできるというような、遊び方ができるっていうところは新しい体験を作り出していて、かつ、フラストレーションがたまりづらいような仕組みができているっていうことにもなります。それも一つの、体験の作り方ということになります。ちなみに、まあ、任天堂さん割とすごいですよね。例えば
そこまで来ていたいろいろなところで、まあ、家庭内で一人で遊んでいるとか、そういうようなところを指摘されたら、じゃあ Wii U で家族でみんなで遊べるゲームどうですか、ボンっていうふうに出していきたいですとかね、あるいは、じゃあ建物の中にこうこもって遊んでる、じゃあ持って出れるようにしたらどうでしょう、バーンという感じで任天堂スイッチを出してきたみたいなところがあります。かなり考え抜かれて優秀なところをついてらっしゃるんだなというのはなんとなく感じるところがあったりします。あとは体験というところでいくと、スターバックスコーヒーのカップの話はね、よくそれこそ SNS でもシェアされたりすると思います。ずっとこの中にノマドでねお仕事されている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、カップでね仕事頑張ってくださいって書かれたとかっていうのを写真撮ってねインスタに上げる方とかいらっしゃいますよね。ああいうのもまさに、一つの体験のを作り出しているわけですね。そして皆さんのあ良かったなっていう気持ちを作っていくっていうところが、考え抜かれている例です。最近はちょっとねシールになっていってそういうシーンも減ってきているようではあるんですけれども、こういうのも一つ考え抜かれた、まあ、しかも会社としてやっているというよりはね、それぞれがやっているというところで、まあ、特殊な例なのかなというふうに思います。一番上と一番下は過去に私が、仕事をしていた場所になります。はい、というわけで、ここでですねこんなのをご用意してみました。ユーザーエクスペリエンス UX の誤解層というものを見たことがある、聞いたことがあるという方いらっしゃいますか。いらっしゃらない、あ、よかった、いる意味があるかもしれない、もちろん字ちっちゃいので、ここで見せる気がないスライド第2弾でございます。ざっくり言いますと上から見た目に関わっていく、そして下の方が深い内容になっていきます。で、作業として進めるべきは下からです。どういうことかというと下の方に戦略とかがあります。どういうふうにしていこうかなっていうベースですね。何を達成させたいのか、どういうことをやりたいのかっていうことを考えて、それを要件にします。要件としてまとめていきます。具体的に何ができなきゃいけないのか、どういうふうになっているべきなのかっていうことをまとめていきます。それを構造として整理して骨格を組み上げ表面を作るっていう流れになっています。なので一番上が UI です。それこの5階層全部合わせて UX、 一番上が UI と思っていただければと思います。で、なんかまた同じようなことを繰り返しちゃうな。それらを作るために、できること、さっきもいくつかご紹介しましたが、普段触れているものに理由を探すっていうのは先ほどお話しした部分です。で、あとは見た目のことに関してっていうのをどうしても問われることはあります。なので、ですし、実際問題、今 UX の話をしてますけれども、 UX デザイナーっていう仕事をしている人って多分そんなに多くない。 UI、UX デザイナーということで UI のことまで求められるっていうシーンはすごく多いと思います。なので、例えばデザインのなんかこれいいなと思った、例えば今回の、お渡ししているこのパンフレットがいいなと思った、そしたらこれなんで自分はこれが気に入ったんだろうっていうことを改めて考えるっていうことをやってあげると、あ、なるほどね、こういうところが自分には合っているんだなっていうのが見えてきたりします。逆に自分がいやもう本当このデザイン受け付けないんだけどって思ったものもその理由を探ってみましょう。そしてもしそれが気に入ってるっていう人物像がいるのであれば、その人にもその人に聞くなり、あるいはその人のことをイメージしながら、どこがこの人に対していいんだろうっていうことを考えてみましょう。あとは体験を作るっていうところでいきますと、たまに店員さんとか謎の動きしますよね。その辺で水こぼしたりとかしてるのに平然と他の人の飲み物とか食べ物とか運んでから最後に掃除みたいな、危なくねそれっていうようなこともあったりすると思います。そういうのがなんでこの人こういう風にしたんだろうなっていうのを、まあ、ちょっと考えてみる。そうすると自分ではパッと思いつかない行動の理由が見えてきます。そうすることによって最終的に結局作るものって自分が使うことがメインではなくて、いろんな人に使ってもらうことがメインなので、その時に気にするべきポイントがどんどん増えていきます。自分の中でこういうふうに考える人もいるな、ああいうふうに考える人もいるなっていうことが見えてくることによって、最終的にこういうものを作る時には、あ、ここでこう思う人もいるかもしれないから、じゃあ例えばボタンは、こういうふうに配置しようだったりとか、
そういうふうにつながってくることがあります。なので日々の生活の中で本当に一日一つでもいいので、これは何でだろう、これは、何のためにしてるんだろう、これは何がいいんだろうっていうのを見つけて理由探しをしていってみてください。実際私も別に UI UX 含めデザインに関しても誰かに教わったわけではなく、日々これをやった結果、あ、できるじゃんってなったっていうところがあります。なので、多分誰でもお金をかけずにできる。私、あんまりお金かけたくないので、できるだけ、低コストでできるものっていうことで、まあ、こういうものはありますよというご紹介をしていきました。で、これをやっていって、で、じゃあいざ案件に入りましょうとなると、案件に入った時に、いや、 やっぱりさ、ここうちはこれを見せたいからこうしたいんだよねみたいな話って絶対出てくるんです。ただユーザーエクスペリエンス UX という名のもとで考えたら、あくまでもユーザーが主体です。絶対に私たちがこうしたいからっていう理由で決めてはいけません。だって使うの自分たちじゃないんだもん、使ってもらうんだもん、あるいは見てもらうんだもんっていう話ですね。なので、例えば売り込みのための回り道は絶対やっては、UX としてはやってはいけないということです。よくある例はニュースサイトですかね。ニュース記事飛んでみたら、この広告をスキップするっていう全画面が出てくるみたいな、ありますよね。あれは UX の観点から言ったらなしです。で、まあ割と最近話題になったのは、下からシュッて出てくる広告とか、あれ禁止になりましたけれども、そういうのも UX としてはあってはならないと。いうふうに考えられていますが、とはいえ案件ですから、そして、企業さんが提供するサービスのサイトを作ったりだとか、そういったことがありますので、ある程度は私たちが見せなきゃいけないものっていうのも決まってきます。そういうところに関してはバランスをとって判断していく必要はありますが、ユーザーのフラストレーションになると一気に離脱率が上がるというのは皆さんはお分かりになっていると思いますので、そこでのバランスはとても大切です。じゃあそれらを判断するのにどうしたらいいのかっていうのはもうちょっと後でお話をしていきます。例えばどんなことが UX のためにできるのというところで、キーワードになりそうなものをここで紹介しました。まあ、これがまさにタイトルにあったヒントの部分ですね。例えば WBAPI ご存知の方、 WBJSON とか API、 あ、割と少ない、あまり知られてない、ありがとうございます。 WordPress には API の機能がございます。特に、今はプラグインを入れる必要もございません。例えばカテゴリーが欲しいなと思ったら、カテゴリー一覧が欲しいなと思ったら、特定の URL を叩くことによってカテゴリー一覧が、JSON 形式で返ってくるという仕組みがございます。それを使えば、JS でいろんなことができるわけですね。 JavaScript でいろんなことができるようになるということがありますので、そしてその API のエンドポイントと呼ばれるどんな情報を提供するのかっていうのを決めていく部分は自分でも作れます。なので親カテゴリーの情報を渡してあげたら、子カテゴリーの情報を返してねみたいなことももちろんできる。こういうことを使うことによってユーザーの体験がスムーズになっていくんですよね。フラストレーションがたまらない。例えば、ワードプレスっていう選択をした後、ずらっとワードプレスに関するいろんなカテゴリーが出てきて、そこでワードキャンプって選びました。ワードキャンプって選んだところからずらっと地名が出てきて、東京って辿ってって全部ページ遷移してたら割とフラストレーションだと思います。でもそれが AJAX を使ってセレクトボックスでワードプレスって選んだら、自動的に下にセレクトボックス更新されてっていうのが繰り返されていたら、かなりスムーズに音が運びますよね。なのでこういうことが割とポイントになってくる可能性はありますし、割と使いやすいと思います。もし WBAPI 使ったことがない方いらっしゃったら、これをきっかけに今日とは言いません、1ヶ月以内ぐらいに1回ぜひちょっと情報を探してみてください。あとは検索のさせ方とかもありますよね。全文なのか、あるいはタイトルだけを対象にするのか、それによって調べやすい、見つけやすいっていうことがあったりすると思います。あとは見せたい情報が適切にアクセスできるかどうかというのも一つのポイントになりうると思います。なので、ちゃんと、ユーザーが流れてくる内容を判断して、これはマーケティングの部分もかかってきます。例えば、アナリティクスで分析した結果、こういう検索ワードが多いということであれば、このページにたどり着くにはそういう情報を欲しがっている人がいる。じゃあ今まで見せていた、この項目を順番を入れ替えてみようとか、そういうことにつながっていく
これも一つのエクスペリエンスです。情報にたどり着くまでが早ければ早いほどユーザーは、安心します、あるいは、いいものという認識をしていきます。なのでぜひこの情報が適切に配置されているかっていうようなことも見直してみるといいかもしれません。あとは、それが、今の下の話につながってくる部分ですね。失礼しました。というわけでさらに UI の話をしていきましょうか。先ほどもお話しした通り UI は UX を成立させるための操作版というようなところがあります。見た目の部分ですね。なのでこれをしたらこうなるっていうことを適切に整理して分かりやすく見せてあげるということがメインになってきます。でここでもう一回言います。日々の生活で慣れている動きにできるだけ合わせてあげましょう。そして似たような機能を持つものに似せてあげましょう。そういうふうにしていくことによってユーザーは自然とできるっていう意識をせずにできるので最終的に使いやすい、あるいはいいものだという認識をしていってくれます。なので OK ボタンとキャンセルボタン、どっちをどっちに置くんだとか、そういったこともここでの話をベースに決めていくことになりますが、じゃあその基準ってどうなるのっていうのは後で出てきます。UI についてはもう本当にザラッといきましたけれども、ダメな UI の話をしてみましょう。視認性の低い色使いとか本当にダメですね。読めないっていうのはアウト。さっきの見せる気のないスライドとかアウトのやつです。で、あとは、ちょっと前にツイッターとかで話題になってたんですけど、ホバーに頼ったデザイン。ホバーしないとクリックできるかわからないようなデザイン。これもあんまり理想的ではないです。クリックできるかわかんないので、レスポンシブでわざわざ変えているのであればあれなんですけれども、スマートフォンの時どうすんのみたいな部分ももちろんありますね。あるいは、今だと、タブレット PC という形で Windows を使われている方もいらっしゃるでしょう。そういった方々はマウスを使わずにタッチで操作するというシーンもあるかもしれません。じゃあそういう人たちはどうやったらリンクに気づけるのという話になっていきます。なのでホバーじゃなきゃわからないようなデザインというのはあんまり使わない方がいい。あとは普段使っているものと異なる動きですね。例えば今日帰りエレベーター下降りようと思ってボタンを、下にあるボタンを押した。そしたら実はそれが上を呼ぶためのボタンだったら皆さん衝撃じゃないですか。そういうことです。そういう、今のは極端な例ですけども、上と下のボタンが逆転していたらそれはびっくりすると、なんだこれとなるわけなので、例えば戻ると完了のボタンの位置だったりとか、そういうスマートフォンだとあったりしますね。特にアプリはそういう傾向がありますけど、そういうものの位置とかっていうのは割と重要ですねっていうお話です。ということで日々の皆さんのインプットっていうのはとても重要ですよというのが、ここまででもう散々お伝えしたかったこと。逆にそれができれば割といろんなことができるようになります。多分皆さんの頭の中で整理していけば、あの時のって引き出しさえ開けられれば後のことは正直できるような気がします。じゃあそれを具体的に業務の中でどうやっていったらいいのっていうのが、ここからのお話になっていきます。それはですね、こういう順番で一般的にはやっていきます。これは一つの例です。あとはアプリの場合にこういうふうにやることが割と多い。まずペルソナ、カスタマージャーニーマップ、そしてワイヤーフレーム、デザインカンプ、コーディング。下3つはもういいでしょう。他の皆さんが散々喋ると思うんでその辺はちょっと割愛します。上の2つが初めて見、この2つのキーワードどちらかでも結構です。初めて見ましたという方どれぐらいいらっしゃいますか。でも3分の1までいかないぐらいはいらっしゃるという感じですね。はい、分かりました。まずペルソナ、一言で言うと、チーム全体で、共有するターゲット層の中で、これ一般論です。最も平均的な人物を具体化したものです。存在しそうな人物像でドセンター、ターゲット層のドセンターに当たりそうな人物を作り上げることです。なので、例えば30代女性主婦というターゲットがあったとします。で、傍らに、30代女性主婦がいらっしゃった。じゃあこの人でいいじゃんって、この人のことを書いていいわけではないんです。30代女性主婦はこの世の中にたくさんいらっしゃいます。その中でどういう人が多いのかっていうのを調べてまとめて具体的に書いていくっていうことです。なので
すごい調査が必要ですし、できるだけ具体的な方がいいです。例えば、共通の知人がいたとします、その人に旅行に行った時に、あ、このお土産良さそうじゃないっていう話ができるわけですよね。一緒に行った人と共通の知人が一人いるっていう状態だったら、あの子にこれ買ってってあげるよ、あ、いいんじゃないっていう話ができる。これぐらいの関係性の人物像がペルソナとして出来上がるのが理想です。チーム内で共通の知人として話ができるぐらいのイメージだから、旦那さんの年齢だったりとか旦那さんの職業だったりとかっていうのももちろん抑えていきたい。子供がいるんだったら、何歳なの、男女どっちなの、保育園行ってるの、幼稚園行ってるの、行ってないの、お弁当作ってんの、いつもみたいな、そういうのことも具体的にできるだけ決めていく。なんだったらこう A4、3、4枚になったりすることもあるような内容になっていきます。ここが結構大変。ただこれは調べてやってみないと絶対にできるようにはならないので、ぜひ何か一つ題材を決めてやってみてください。ターゲット層こういう人物って決めてやってみてください。ちなみにこれをやるときに何から調べたらいいか分かんないという方よくいます。もちろん統計局とかの情報も使えますが、一番使えるのはファッション雑誌です。すでにターゲット層が分かれています。どの層の人なのかっていうのを見て、それをその雑誌を見てみましょう。広告を見て、航空会社の、広告がオーストラリアって言ってる、あ、じゃあオーストラリア行きたいっていう人が多いんだろうなっていうのを想像できる、イメージできる。もうそこに対して打ち込みたい情報が一冊にまとまってますから、分かりやすいです。すごくやりやすいと思います。そしてカスタマージャーニーマップ、これは今作ったペルソナが目的を達成しようとした時に何をしてきますか具体的にっていうところを並べてフェーズごとに書いていくことです。そしてその中で私たちが気をつけるべきことっていうのも一緒に書いていったりします。調べるといっぱいサンプルは出てきますので、カスタマージャーニーマップぜひよかったら調べてみてください。そうするとこういうふうに書いてみるっていうのはいくつも どの書き方が正解っていうのはあまりないです。ただフェーズをまとめていて、具体的にどんな行動をして、その時に何をしていて、例えばサービスアプリ、あるいは、サイトを見ている使っている時じゃない時にもこの達成に対して何をしているのかっていうのも書いていくことになって、ユーザーがどういうふうにしたら便利そうかっていうのが見えてきます。これも割と作るの大変かもしれないですけど、ペルソナができているとすごく作りやすくなります。でペルソナがさっきの、建物のところの基礎に当たるので、これをどうしようって思った時には全員でさっきのペルソナのところに戻っていきます。なのでペルソナがこうしたいって思うはずだからこうするという流れで考えていくわけですね。ちょっと話前後しちゃいましたね、失礼しました。でここでポイントになるワードプレス制作でのユーザーって何って話なんです。これはまあちょっと見方によります。サイトに訪れる人っていうのももちろんユーザーなんですけれども、私たちからしたら、制作側からしたら、クライアントももちろんユーザーです。管理画面を使う人もユーザーになり得ます。ということは私たちにできることは管理画面も適切に作っていくっていうこと、ここも割と重要になってきます。サイトを作るときにどうしても見た目の方をクライアントさんから突っ込まれてそればっかりっていうことになることは多いと思います。ただそこにいろいろできる方法があります。カスタムフィールド作ったり、グーテンベルグのブロック使ったり、あるいはいろんなことを、見えるように管理画面作り直したり、そういうこともできるようになった方がいいということですね。こういうのを使えますっていうのはざっと書いてあります。ちょっと時間的に厳しいのでとりあえず一旦見といてください。で気になった方はスライド見ていただき、改めてスライド見ていただけたらと思います。いろいろこういうことをやったら解決できるかもよっていうのがここに出てきているという感じです。でグーテンベルグの話ちょっと出したので一応お伝えしておきます。まあ今隣でもやってますけれども、グーテンベルグのセッションがいろいろあります。これから先グーテンベルグが標準になりますので、ぜひ今のうちに、今後に備えて準備をしておいた方がいいとは思います。グーテンベルグ知らなかった方はぜひ今日の機会にいろんな人に聞いていってください。今年中にリリース、正規リリースに入るはずの、機能になっています。そしてその体験も皆さんの UX の引き出しになり得るというところで押さえておきましょう。ということでそろそろまとめます。まず日々の生活でインプットって意識的に今までしてましたかどうですかというところですね。そして毎日の生活の中で何をどういうふうに操作したり触れたりしていて何をしているのか改めて意識的にやっていってみましょう。で作ろうとしているものに似ているものがあったらその引き出しを開いて参考にするということがポイントになっていきます。でクライアントも
ユーザーになり得るというのは割と見落としがちなポイントになりますので、そこも気をつけていきましょう。ということで、質問ありますかっていうスライド一応用意したんですけど、もう1分切ってるんで、フラフラしてますこの後もですし、アフターパーティーも行きますので、もし何かあれば、基本的にはネットワーキングルームにいるようにしようとは思うんですけど、もし何かあればお伝えしきれなかった部分も結構あるんで、よかったら声をかけていただけたらと思います。というわけで、ご清聴ありがとうございました。はい、笹川さんありがとうございました。